松之進の伝令を通じ力丸に新たな任務が下った。与えられた任務は郷田領内にある松之進の家臣田所官兵衛の屋敷に潜入し田所の不穏な動きを探れというものだった。謎の忍び軍団による郷田城襲撃事件以来より領内の結束を固めことに当たろうとしていた松之進にとってこうした不安要素は早急に片付けるのが吉。力丸は田所の屋敷へと急ぐが田所の屋敷では着々と郷田攻めの準備が整えられつつあった。田所に謀反の動きありと知らせてきた田所の内通者を探しつつ力丸の謀反阻止作戦が展開される。先ほどは僕の屋敷におられた。後で恋文を渡そうかと思ってな。先を越されたか。
殿の影か。いかにも。そのままで聞け。扉の鍵を開けておいた。その先に屋敷の本棟がある。官兵衛はそこだ。そこで落ち合おう。お主、名は？言ったか。あやつは一体、女？もう死んでいる。お主は？田所官兵衛が娘、美冬。父官兵衛は私が斬った。こたびの騒動、いかにお納めになるおつもりか。父がおらぬ今、謀反の事実を知る者は、そなたと私のみ。生かして返すわけにはいかぬ。こちらも死して闇に葬られるわけにはいかぬ。お相手いたそう。卑怯者め、いたな、お覚悟を。ハッフッフッヘアヘア、ハッフッフッヘアヘイ、ハッフッヘイ、ハッフッヘア、ハッフッフッフッヘア、それでも来い。Hey!
密書を殿に差し出したのはお主だな。殿を裏切ろうとした父の野心を許すわけにはいかなかった。殿に伝えてほしい。幼き頃、肩車をしていただいたあの時、美冬は本当に幸せでしたと。お頼み。もしあげる。殿のためのお働き、しかと見届けました。